はい、テンディ新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。今回はあなたは新藤辰巳ですということでございまして、 R1 グランプリ2023年がね、無事に終わりまして、今回ですね、非常に終わってから話題になっているのは、辰原リオンというよりも、辰原リオンの、得点がイエス・アキトの得点のタイミングで急に出たという、辰原一番手なんですよね、イエス・アキトで、もっと後に出る、まだネタをやってないはずの得点が急に出て、辰原リオンの出番になりました。ネタ終わった後、まんまその点が出たっていうところで、すごい不思議があって、これはやらせじゃないのかどうなのかっていうので、一部のファンで話題になってます。いかんせんね、R1 グランプリ自体がそこまで視聴率が高くないので、多分そこまで話題になってないかもしれないですね。うん。というのと、で、これでね、まあ一部のファンというか、まあお笑いファンはもうほとんど知ってるんですよ。だからこれを見た一般的なちょっとお笑いファンの人が、あ、R1 あったの？あ、見てないけどぐらいの人が、え、そんなことあったんだみたいので、これで気づく方もいるかもしれませんけども、それでね、辰原リオンが今回優勝したんですけども、不正じゃないのかっていうところで、よくまあ YouTuber とかの人がね、やらせ決定とかね、もうやらせだとか、もう言い切っておりますけど、ちょっと僕の見解をね、ちょっと今回話させていただこうかなと思いますけども、まあ、結論から言うと、やらせじゃないと思いますよ。うん。確かにね、そこの表示の仕方おかしいと。ひょっとしたらリハーサルで、偶然その点で表示させられ、して、偶然なんかそういうバグって、そのリハーサルの点が出たとか、そういう説もあったりとか、するんですけど、そこがなぜ470点が最初出たかは正直僕は機械のことよくわからないんで、わかんないですけど、この不正する必要がそもそもあるのかっていう問題。じゃあこれ、じゃあ大元はどこですか？吉本興業の開催してるイベントですって、おい、最終決戦ね、辰原リオンと、コットン巨になりましたってなった場合、結局、じゃあ不正するって何のために不正するのかなって、より経済効果を生む予想ができる人を勝ち上がらせるわけじゃないですか。それで言ったらコットンキョンを勝ち上がらせるべきなのかなって思うんですよね。この今売れてるじゃないですか。で、着実にこれからもう一跳ねしたらすごい売れそうってなってるんだったら、キョンさんをね、こう上げ上がらす方の方が不正としてのやり方として正解なはずなのに、辰原リオンが勝ち上がるってことは、僕ね、準々決勝から見てるけども、ガチでめちゃくちゃ受けてるんですよね、辰原リオンって。それは他にも受けてる人、寺田さんもめちゃくちゃ受けてたし、あとは決勝どうやってなんのかなとか、準決勝までだったら辰原リオンとか寺田裕明、他の面々もそんな違いがないぐらいにすげえ受けてたところはあると思いますよ。で、経済効果を生むんだったら、決勝にまず上げるメンツから選んでくるのかなって思うんですよね。だったら、準決勝で不正をした方がいいわけじゃないですか。決勝の得点の不正はあんま意味ないのかなって、別に決勝にまず出て話題性になればいいのかななんてのはちょっと思いますけどね。で、準決勝で例えば、じゃあ準新作っていう芸歴1、2年目の子が2年連続で準決勝まで来てるって、そこを上げた方が話題性になるんじゃない。これも大阪吉本の人だし、じゃあ拓郎というコンビの赤木さんがピンで参戦している準決勝、もともとコンビでも漫才の評価もすごい高いコンビだから、コンビでの活躍も増えるから高木さんを上げた方がよりいいんじゃないかと、そこで不正を働くとかの方がいいんじゃないかなと思うんですよ。なのに、辰原リオンの優勝が、普通に考えてください。優勝したってこれガチじゃないですか、もう。どう考えても。ここで不正をする必要があるのかなっていうところで。あともう一つ、じゃあ、辰原リオンさんが、めちゃくちゃ親父が偉いと。偉いから、うちの息子を優勝させてくれないかというのね。まあ、吉本なんかテレビ協会に頼んで勝ち上がったとしますわ。ね。するんだったら、令和ロマン優勝しないとおかしいでしょみたいになってくるでしょ。令和ロマンの親父めちゃくちゃ偉い人で、めちゃくちゃすごいのよ。なのに、去年敗者復活で止まってるわけです。で、
敗者復活で実力で、あ、すごい受けて、ちょっと話題になった。で、辰原リオンがあんだけの実力あるのに、もはや不正をしてほしいと思えない。散々ネタをかけて、本当に実力で優勝して、しようと思って参戦してる決勝の大会、関東の人はほとんど知らない。大阪の人は ABC とか大阪の大会でちょっと決勝に上がったりするから、まあ、お笑いファンの中では知られてるっていうのを急にグンって、やるかねっていうのが、そもそも意味がわからないっていう。だから最初の奇跡的な表示、なぜあの得点が、辰原リオンのネタ前に出たっていうのが、不思議なっていう部分なだけであって、本来中身であって不正を働く必要がない。経済効果で言うんだったらもっとでかい番組とかそういうもので不正を働けばいいのに、そもそも去年のウエストランドが夢がないというね、ネタで喋って、すごい M1 で、しかも優勝して、それが話題になってんだったら、そのままちょっともう R1 は注目されてきてるんだから、そんなことしなくても、ある程度は、その前の年よりは、注目集まるわけじゃないですか。そんな無理に不正を働こうとする、そしてなぜ辰原リオンを優勝させようとするっていうのがちょっと意味が分かんなすぎるなっていうのがちょっと思いますね。だから今後そのツイッター民とか YouTuber の人がそこに対して触れることもあるかもしれませんけども、やっぱりね、あの予選から見てるこちらとしては、まあそこの表示が動かぬ証拠として不正という言葉でつなげやすいから言ってるのであって、やっぱ決勝の大会はガチだったと思いますけどね。でないとおかしいと思うんだよね。じゃあ例えば準決勝、今年はお見送り芸人しんいちと、おいでやす小田が審査員にも入ってたわけですよ。そこをそういうさ、内部にも芸人さんを入れていくってことは、より不正を働いた時にバレやすいじゃないですか。なぜなら芸人はおしゃべりだし、不正なことが起きてれば起きてるほど、あの、楽屋でのトークが盛り上がるわけで、まあ、YouTube で言ったりとか表で言ったりしないかもしれないけど、絶対に言うわけですよ。もうそんな宝みたいな、実は不正してたってよとか、例えば準決勝不正して、仮にしてたとするんだったら、そんなことを不正してないから入れるでしょ。怪しかったら、勘ぐったりして、ちょっと、なんか、ね、情報集めとか、しそうなもんじゃないですか。なのに、そういう、どんどんお客さんの目線から見て、よりよくいい状態になってると思うんですよ。R1 グランプリ。だから470っていうのは、正直俺もわからないんだけど、不正をする意味がないという。ね、去年、R1 グランプリの、決勝の関東の視聴率知ってますか？ 6% 台ですよ。 6% 台、年間の特番みたいなものが 6% ってあまり視聴率として高くないわけじゃないですか。そこで生み出す経済効果をこう曲げてまで、不正をしてまで誰か別の人を優勝させたいっていう考えが出てくると思えないかな。じゃなかったら別に生放送じゃなくてもいいし、収録でもいいじゃないですか。収録、実はね、説もあるよね。実は収録で生放送という体でやってた。そんなの速攻バレるって。芸人何人出てんの？で、審査員の人、そんな嘘ついてまでやるんだったら出ませんって出てくるよ。で、その前の年と同じだったわけでしょ？バカリズムさん、野田クリスタルさん、ハリウッドザコ師匠さん、陣内智則さん、ごめんなさい、あと一人。ってことじゃないですか。で、ザコシショウさんなんかさ、ソニー、ビーチ部の芸人さんなんだから、まあ、そこでね、楽屋で喋ったらもう一気にもうライブし全部に広がりますよ。ファン込みで。もし不正やってたんだろうね。それなのに、あんな芸人さんを、まあ、芸人からリスペクトされてる。多分決勝に進出した人も、あの審査員だったら、まあ、申し分ないなと思ってるぐらいの嘘偽り、あとバカリズムさんも言った審査員の時、まあいいや、で、のメンツで不正がね、もししてるんだったら入ってくると思うんですよね、もうじきに。そしたらもうそれが不正なんだなって。でも普通にテレビ関係者としても吉本興業としてもそんなの分かると思うんだよね、事前に。こんな状況で不正されてただバレるだけだ。だから普通にマジでバクで奇跡的な
470が表示されてしまった。 R1 グランプリは新しくなってから10年以下になったんですよね。あの芸歴10年以下の人しか出演できない。それまではあの芸歴制限はなく出れたっていうの、そこの境目でね、雨上がり決死隊の MC から霜降り明星の MC に変わって、ね、変わったわけですよ。で、そんな中でね、あのないと思いますよ、これはさすがにね。でも奇跡的ですよね。奇跡的に起きたと思いますね。レベルも非常に高かったし、年間で僕はねライブとか出たりすることがあるんでめちゃくちゃわかりますけど、多分今後ねあのやらせだっていう人はライブシーンにも足を運んだことない人が YouTube のサムネのためだけに言ってる方が非常に多いとは思うんですけど、あのめちゃくちゃ決勝に行ってる人、準決勝に行ってる人、本気で命かけてネタをかけてるわけですよ。そんなね面々があのもしやらせだって気づいたらみんな参加しなくなると思うし、あのレベルの大会でなくなると思うんですよね。やっぱり視聴率が、まあ、どんなに低かったとしても見たら、あ、やっぱもう面白いなっていう、めちゃくちゃ面白いな、こんな簡単によく思いついたらそこまでなんて、優勝してる辰原亮なんかもうめちゃくちゃすごいじゃないですか、いろいろな面で。あのカード作るの、あれやらせであそこまでやるのって話になってくるじゃん。じゃあそのやらせは一体いつから決まってたのっていうね。決勝に進出してからよし辰原を今年は優勝させるぞって誰か黒幕の人が出てきてなって、あ、じゃあそうしますってなんの。だったら本人のためにも普通に戦わせてあげた方が、別にあのぐらいのレベルだったら別に今年優勝しなくて来年もまた這い上がってきて優勝する可能性だってあるわけだし、元々の予選からの見え方としては全然優勝の可能性もあるレベルで受けてたわけですよ。でそんなわざわざ不正ってそういうもんなの、ギリいけない超実力者を1位にするみたいなことで不正するんだと本人のためにもなんないし、本人も実力で評価されてないっていうことでやる気なくなるんじゃないかな、この1年間かけたこの時間数は一体みたいな。まあもちろんそれで選ばれたっていうのはね、不正を働く対象として選ばれたっていうのはひょっとしたらね、その業界では光栄なことなのか知らないけど、いや、ないと思うけどね。今の賞レースでもはや不正を働く意味合いがない。だって、いかに生でその場で行うかっていうのが一番の見応えでもあり、一番刺さる表現として生放送にしてるわけだから、何が起きるかわからない。だから、あの、急に終わってしまったりとか、まあ野田クリスタルが優勝した時もちょっとこう最後の時間が余ったりとかするのもね、時間た後に笑い話としてできるようなこともできるから芸人としては得なんですよね、生放送っていうのは。だから今回は生放送だったと思いますし、出てる芸人も知ってる人もいるんで、簡単にもしもし本当は収録だったよってなったら簡単にわかるわけですよ。だけど絶対生だと思うからね、まあ不正はないかなっていうのはね。ただ奇跡的だったよね、イエス・アキトのところに470点っていう得点が出て、それが後の辰原リオンの得点になったっていうのはめちゃくちゃ奇跡だったかなとは思うんですよね。そしてその奇跡的なことをずっと辰原リオンはいじられ続けていけるという得点ができたかなっていう、羨ましいなっていうね。もう辰原リオンがどこの番組出てどうせ不正なんでしょって一個いじれて、そこでリアクションがいけるっていうのはひょっとしたらそういう意味で言ったらラッキーだったかもしれないなっていうのはちょっと思いますけどね。そう、不正のメリットが全くないし、基本的にザ・ W、 R1 グランプリ、キングオブコント、 M1 グランプリあるじゃない、これ全部吉本主催なわけですよ。日本を代表するトップの賞レースっていうのが、じゃあ R1 で一つ不正を仮に働いてしまいましたってなった時、これ全賞レース全否定になるわけですよ。そこまでリスクを持ちながら R1 グランプリで辰原リオを優勝させたいっていう意味がわからん。もっと稼いでる人をなんかマネージャーがもっと頑張って売れさすように、あの営業かけた方が全然金になるじゃないですか。R1 グランプリの決勝進出者の経済効果ってそんなないですよ。
だから仮に、まあ、キョンが優勝しようが寺田さんが優勝しようが誰が優勝しようが別にそれはもうガチなんじゃないかな。辰原さんが優勝しても今回ガチだったと思うしね。見てて変だったと思います。じゃああの特定は確かに変だった。でも R1 の新しい R1 になってからね、ちょっとスタッフワークというかそのスタッフ陣の人数がえげつない減ったらしいから、あのちょっとミスが多くなっているとは伺いますけどね。でも今回完成度高かったじゃないですか、すごい。俺はね、じゃあ、一個 R1 グランプリを叩くならば、470点は確かに今回一番インパクトのあるところではあったんだけど、M1 グランプリに似すぎじゃないかっていうところを、の方がってことはないけど、もう叩く要素としてあったのかなっていう。80点台で色変わるとか、もうそうだしさ。まあ非常に、でもまあ見やすかったけどね。全体的に。まあ、もともと吉本制作の番組だから似ててもいいんですよ、別に。曲が違っても、全然ピンの大会で、ちょっとそこが、ね、そんな、ね、もう M1 だけのものってわけじゃないですか、じゃないですか。90点と80点が色が変わるとか、そういうところは。まあ、最終決戦は2人というね、3組ではないけど、M1 と違って。でもまあ結局 M1 のあの戦う形が非常に完成度が高すぎるから、あれはもう今後の賞レースの、なんだ、基礎の形ということになっていくのかなって思うので、普通のお笑いライブでもちょっとした賞レースもありますよ、インディーズの。それやっぱり最終決戦は3組残るんですよ。これやっぱり M1 の形ですよね。だからこれは全員が共有するものとして今後歴史に残っていくフォーマットじゃないかなっていうのは僕は思いますので、だそういう意味で言ったら別に R1 がそこの部分は別にいいんですけどね、うん、だからそこをだからいじる人ってあんまいないんだなとかね、うん、まあオープニングの始まりとかもね、まあ綺麗だったしね。今回はだからそのすっごい順調だった。 R1 ってだからその番組自体がいじられる方向に毎年ちょっとなりつつあるので、今回はうわ最初からいいな、もう綺麗だ、見やすいな、審査員も去年と同じでまたいいし、あと小籔さんか、あそうか、審査員ごめんなさい、忘れてた、小籔さん、あと小籔さんね、でね、絶妙だったと思うんですよね。あの面々がその乗るかね、イカ様 R1 あんだって侮辱されてるようなもんだからね、 R1 に参加してる芸人さん。現場に行って会場は本当にお客さんが、一般のお客さんがお金払って集うわけですよ。お笑いライブ普段見に行ってる人が。で、その人をバッカバカ笑わせてる人たちが決勝に上がってるんですよね。まあ、すごい受けて落ちてる人もいる。まあ、いかんせん、7人しかね、決勝に上がって、敗者復活1人で、計8人しか上がれないから、8人なわけなんですけどね。バッカバカ受けてる人、もっといるから、本当は15人ぐらい上げてほしいって願いはあるけど、いやー、ないかな。不正はないと思いますね。意味がわかんないもん。だって、その不正をすることに、じゃあ、不正を仮に誰か、まあ、立たれるように優勝されるの不正だったとしても、やっぱデメリットの方が大きすぎるから、経済効果と利益がどうしても見込めないんですよね。だから、奇跡的なバグ。だから、本当奇跡。多分もう、皆さん、これ今動画見てる人が人生で一回しかない確率だと思います。もうあのバグがテレビで見れるって。そのぐらいの奇跡が起きたんじゃないですかね。うん。まあ昔ニュースとかでね、急に全然関係ないシーンで、あつ森って急に出てきて、あ、すいません、あつ森が出ちゃいました。ぐらいの。ぐらいの奇跡だと思う。もう、お笑い番組であの奇跡はもう、あれ以上はもうない。天井だなっていう。のが起きたっていうだけで、なのであの不正はないと思いますね。絶対ないでしょうね。うん、意味がわかんない、意味がわかんない。なので、ね、今後まあ言いやすいよね。470で急に出ちゃったら不正って言いやすい。だけどどう考えてみ、あなたが制作側ねだと考えてください。なんでそれやる必要あんのっていう。じゃあ、あれは何って。だから、制作側とか吉本側、え、あれ何って、多分、なってるんじゃないかな。うん。それか、R1 だけ実は裏ですごい金が動いたりしてね。それも意味わかんないでしょ。なんで R1 なんだっていう。R1 だけってのおかしいでしょ。他も動いてないとおかしいでしょっていう。と思いますね。うん。
昔のさ、ほんとテレビ出始めの頃の、ね、力道山とかが外人と戦ってるこのプロレスの全盛期の時代、視聴率が何パー ?60% とか取ってるけど、時代だったらまだわかるよ。60%、70% ってのが昔あったんですよ。格闘技とかね、そういうので、まず、アメリカ、外人の人、アメリカの人と戦うんだっていう、このドキドキ感で、それプロレスって新しいこの興行みたいのあまり知らないんで、もうすごい鮮度がある時代ね。その時代とか、まあ、何十パー取ってたか、30パー取ってますよとか、だったら、まだわかるけど、去年6パーですから、大阪は10パーぐらい行きましたけど、まだ今年もそんな違わないと思いますよ。いくらウエストランドが言ってくれたと言えね。だから、まあ普通に考え、普通の大人だったらここでイカサマしようという流れにそもそもならない。だから、470は、本当番組側も、なんであれ起きたのっていう。なんであの未来を予知する数字が起きたのっていう、多分ね、もうお祓いとかそういう次元だと思います。多分霊が宿ってたなと。あのスタジオにいる笑いの神が、あの先張りしすぎて、もう私はもう桂リオンが優勝するのは知っている、あのネタはもう優勝に値するっていう笑いの神がいて、それがなんか間違って470ってのはもう私は470というのを各審査員に洗脳して出させるようにしましたってなったとして、先張りしすぎて出ちゃったとかね。まあもう意味わかんないけどね、これね。もう気にしないでください。意味わかんないけど、だからそのぐらいもありえないことが偶然起きたんですよっていう話を今言いたかったってことね。だから全然めちゃくちゃ面白かったでしょ。だってだから世間の人がこのバグに対して言ってるけど、いや辰原リオンじゃなく絶対コットンキョンだったなって言ってる人もいると思うんですけど、全然あの妥当だったんじゃない、まあ、どっちでもいいっちゃどっちでもよかったってところもあるけど、やっぱり受け的には辰原リオンかなっていうのはちょっと思ったんで、別にじゃあこれでコットンキョンが優勝して絶対違うよとも思わないけどね。だからそのぐらいのせめぎ合いで、一番受けてた人が単純に優勝したなっていう、すごいシンプルな今回回だった気がしますよ。それでね、お笑い見てる人とか R1 見てる人、予選に見に行ってる人で、あのバグは確かにわからないけど、いや普通に勝ちで優勝してんじゃないのとしか思わないよねっていう、のを今回ねちょっと動画で話させていただきましたね。意外とあのね、こっちのこのラインの話もねしといた方がいいんじゃないかと。確かにね、芸人が見てこれどうしていいの、触れていいの、どうしたらいいのって思ったり人も多いと思いますけど、俺絶対多分偶然だと思いますよ。別にこれは R1 側の肩を持ってるとか関西テレビにこう媚びへつらってるとかではなくてね、そんな感じで皆さんどう思いました、各々のコメントをしていただければと思います。以上、新藤達美ゴミラジオでした。ありがとうございました。